アンドリーセン・ホロウィッツは2009年にマーク・アンドリーセンとベン・ホロウィッツによって設立されたベンチャーキャピタル会社。本社はカリフォルニア州メンロパーク。投資先の主なステージはアーリーステージの振興企業と既存の成長企業。主な投資領域はモバイル、ゲーム、ソーシャル、e コマース、教育、企業向け IT。 共同創業者のマーク・アンドリーセンとベン・ホロウィッツ2006年から2010年にかけてアンドリーセンとホロウィッツはテクノロジー企業に積極的に投資を行い個別または共同でツイッターを含む45の新興企業に8000万ドルを投資したこの間二人はスーパーエンジェル投資家として知られるようになった2009年7月6日アンドリーセンとホロウィッツは 初期資本金3億ドルのベンチャーキャピタルファンドを立ち上げた。ベンチャーキャピタルの領域が縮小していた2010年11月、同社は2号ベンチャーファンドのためにさらに6億5000万ドルを調達した。同社は2年未満で2ファンド合計12億ドルを管理していた。2011年5月には、アンドリーセンは2011年にフォーブスミダスリストテックのトップ投資家の10位に、 ランクインした。アンドリーセント・ホロウィッツは、バニティフェアの2011年ニューエスタブリッシュメントリスト6位、シーネットの2011年最も影響力のある投資家リスト1位にランクインした。2014年3月27日現在、4番目のファンドを15億ドルで閉鎖し、40億ドルの資産を管理している。アンドリーセント・ホロウィッツに加えて、同社のゼネラルパートナーには、 ジョン・オファレル、スコット・ワイス、ジェフ・ジョーダン、ピーター・レバイン、クリス・ディクソン、ビジェイ・パンデ、ケイティ・ハウン、アレックス・ランペール、マーティン・カサドとアンドリュー・チェンが名を連ねる。2019年3月、アンドリー・セン・ホロウィッツは、サンフランシスコにオフィスを開設したことが報告された。2009年、アンドリー・セン・ホロウィッツは、ビジネス管理サス開発者アプティオとスカイプに対して2つの、 最初の投資を行った。ホロウィッツによると、この投資は、同社が進行中の知的財産訴訟とグーグル及びアップルからの直接的な競合攻撃によって不自由になると信じていた他の分野の専門家によってリスクがあると見られていた。同社の創設者らは、2011年5月にスカイプが85億ドルでマイクロソフトに売却された後、投資が成功したと見ていた。 2010年、クラウド企業オク多のシリーズ A ラウンドをリードし、1000万ドルを投資した。2011年、アンドリー・セン・ホロウィッツはツイッターに8000万ドルを投資し、当時最も価値の高い非公開ソーシャルメディア会社4社のすべてを保有する最初のベンチャー企業となった。アンドリー・セン・ホロウィッツは、エアビアンビー、ライトロ、ジョーボーン、ベリー、フォルスクエア、ストライプ、 およびその他のハイテク企業にも投資している。2012年、ポートフォリオの90社及び Y コンビネータのスタートファンドへの資金提供を通じた66の新興企業の合計156社に投資した。同社は GitHub に1億ドルを投資し、Microsoft が75億ドルで GitHub を買収した際に10億ドル以上をファンドのために回収した。2013年、 アンドリーセン・ホロウィッツは、クリンクル、コインベース、ダタブリックス、リフト、オクルス・ブヤール、ペイジャー・デューティー、ピクスリー、リップル、ソイレント、スイフ・タイプ、およびウビオメに投資した。2014年、A、B テストのスタートアップ・オプティマイズリーの5700万ドルのシリーズ B ラウンドを主導。同年、さらにタニウムへ9000万ドル、バズ・フィード、フォワード・ネットワークスなどに投資した。 2015年、同社は、スタックエクスチェンジに4000万ドル、ディステリーに280万ドル、クラウドベースのカナダドルソフトウェア会社、オンシャペに8000万ドルを投資した。また、2015年にブログプラットフォームミディアム、サムサラ、インプロバブル、オナー、インク、オープンバザール、ブロックチェーンスタートアップ、スマートドラッグ及びバイオハッキング会社ニュートロボックスに投資した。 2016年、法律テクノロジー会社エバーローの810万ドルのシリーズ A ラウンドを引き、開発者向けの API 接続プラットフォームであるラピダピで350万ドルのシリーズ C ドラウンドを引いた。また2016年、同社はデジタルヘルス企業のカージオグラム及び食品科学ビジネスの API サイエンシズに200万ドルを投資した。2017年、同社は シグマ、ヘルス IQ、アシモフ、及びキャドリーに投資した。2018年、同社は専用の暗号通貨基金のために3億ドルを調達した。また、インプライ、スマートカー、ピアストリート、クリプテキティーズ、ドフィニティ、アーニン、ピンドロップ、テンフォールド、そして、ベリーグッドセキュリティに投資している。アンドリー・センホロウィッツのパートナーは、 すべてのポートフォリオ企業に代わって働くことを基本方針としている。これはハリウッドのタレント代理店であるクリエイティブアーティストエージェンシーをモデルにしたアプローチである。2010年、同社はパートナーレベルのマーケティングエグゼクティブであるマーギット・ウェン・マッカーズを採用した。2011年現在、同社はデザイナー、コーダー、及び経営者のデータベースを保有し、 スタートアップ企業の人材雇用に役立てている。元米財務長官ラリー・サマーズが2011年6月にアンドリー・セン・ホロウィッツの特別顧問に就任した。2012年9月、元ワシントン DC 市長 A ドリアン・フェンティがアンドリー・セン・ホロウィッツの2番目の特別顧問に任命された。フェンティは地元、州、及び連邦政府と協力することについて、 会社のポートフォリオ企業に助言するために雇用された。2019年、同社は暗号通貨のようなリスクの高い賭けを自由度を持つように再編を行うため、登録投資顧問として申請した。ありがとうございます。